おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは黄緑ラッキーナンバー7です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ペンタクルの2の正位置が出ました。状況を把握し正しい行動を起こす。目の前のことに対して臨機応変に取り組めています。良い流れで物事が順調に進み始めています。ただし浮き沈みが激しい状況や、進む道の天候が不順であり、先のことが想像できません。いろいろなことを、器用にこなしていける時期です。ずっと続けてきたことが認められたり、今まで取り組んできたこと、得意なことが成果を表してきます。ただし、もっと自分の力を活かしたいと思っていても、具体的にどう行動したらいいのか、どうしたらいいのか、わかっていない状態です。自分で無理やり行動を起こすよりも、何かの大きな流れに身を任せた方が気楽です。安定した生活や、余暇を楽しむことにも焦点が当たっています。変化を求めるが、現状に止まった方が安全だと、心の片隅で感じている場合もあるでしょう。いくつもの可能性から、何かを選び出していくには違いないでしょう。でも今は最もリスクの少ない形で、現状を良くするためにどうするべきか模索している最中のようです。ペンタクルの2の正位置の意味は相手を楽しませることが大切、同時進行、対等な関係、機転が利く人、遊び、ゲーム、臨機応変な対応、物事を取りまとめる。2枚目めくっていきます。ソードの騎士の逆位置が出ました。不毛な争いを抱く。誰かが優れた行動をしていて、あなた様が劣等感を感じています。あなた様の行動や考えを理解してもらえないために、孤独な立場で奮闘している場合もあるでしょう。こう焦りすぎている一面もあるようです。解決しない問題や、トラブルを暗示しています。対人関係の失望、身近な人が憂鬱の原因となっているかもしれません。強引な態度で物事を進めようとして、壁にぶつかっているかもしれません。大きな変化やチャンスがあなた様の元にやってきますが、あなた様はそれに気づかず、チャンスをつかむことに失敗してしまいます。手に負えないことを表しています。状況的に、難しい局面に立たされているかもしれませんが、決然とした態度で挑めばクリアできるはずです。軽率な言葉や行動に注意する必要があります。ソードの騎士の逆位置の意味はエネルギーの浪費、集中力の欠如、猜疑心、盲目的な声、何気ない言葉で相手を傷つける、一方的な主張、喧嘩になる、逃した機会。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。
ぜひまたお越しくださいね。